皆さんこんにちは、荻上式です。今日は攻撃について話したいなと思います。皆さん日常的にネットを見たりとか、あるいはテレビを見たりしていると、誰かが誰かを攻撃している場面というのをよく見るのではないでしょうか。そうしたような攻撃を見ると、げんなりしてしまったり、疲れてしまったり、あるいはその攻撃に対して自分もさらに攻撃心を共有して、そうだな、あいつを叩かなきゃいけないなっていう感覚に一緒に便乗するということも起こるのではないでしょうか。攻撃というのは様々な人間に埋め込まれた感情であると同時に、それ自体が道具的な効果を持つというふうにも言われています。道具的な効果というのは、通常のコミュニケーションでは相手に伝達できないけれども、攻撃、怒りなどをそこに上乗せすることなどによって、事態を改善するということが場合によってはできてしまうんですね。例えばこれは良くないことだと思いますが、そのお客さんが、例えばそのレジのカウンターで相手に怒鳴りつけることによって自分の言い分を通そうとするような場合があります。そして実際この人めんどくさいなと相手に思われることによってその言い分が通るというようなものというのもあるわけですね。そのようにして自分の通常のコミュニケーションでは伝わらないことを攻撃を通じて行うことによってそのコミュニケーションの行方を変化をさせる。つまり攻撃には道具的側面があるということになるわけです。これがよりポジティブな意味合いの例えを出すならば、例えば他人に言われて不快な言葉、他人にされて不快なことというものが繰り返し発生していたとしましょう。それに対して、いい加減にしてください、やめてください。あなたを訴えますよとか、あなたの上司に言いますよというような、様々なその攻撃的な言い方で、コミュニケーションを取るような仕方に変えた。そうすると相手に怒りが伝達をして、相手がその行為をやめるというようなことも場合によっては起こり得たりするわけですね。つまり、コミュニケーションの中に怒りや攻撃というものを加えることによって、道具的な作用というものが加わるということがそこには言えるわけですね。で、この攻撃というのは、いろいろ良い面も悪い面も当然あるんですけれども、その攻撃のいろいろな機能について研究する攻撃研究という分野があるんですね。で、この攻撃研究の中で一つその面白いなと思ったのが、世の中には置き換えられた攻撃があるんだというようなレポートというものがいろいろ書かれているんです。どういうことかというと、置き換えられた攻撃というのは、もともと誰かに向けられた攻撃心とは別の対象に対して攻撃行動を向けるということです。攻撃心は別の人に向けているんだけれども、攻撃行動を別のものに向ける。これって要は八つ当たりのことなんですね。人は何かに対してストレスを抱いたり怒りを抱いた時には、その対象に対して攻撃心を向けるということがしばしばあります。で、この攻撃研究において、その怒りというものを浴びせてきたもの、怒りの感情を沸かせたものというものを、挑発の源泉というふうに言います。つまり、自分を挑発した大元となる存在のことを挑発の源泉というんですね。ところが、その挑発の源泉に対して、攻撃を加え直すということが難しいという場合も多々あるわけです。例えば、すでにその攻撃をしたい相手が立ち去ってしまって、そこにいないという攻撃対象の不在というものがあります。また、攻撃対象とそもそも物質的に、状態的に接触が困難であるというような状況があります。まあ、例えば、ものすごく暑い。この野郎太陽めと思っても太陽は殴れないわけですね。そうするとその憤りというものは太陽や大気に対して向けるということが難しい。となると怒りを収めるか別の対象にぶつけるかということをせざるを得ないわけです。他にも例えば攻撃対象からの報復可能性があるということ。街中で肩を誰かにぶつけられて、痛えなこの野郎って振り返って思ったらものすごく恰幅のいい、明らかに肩切りはない人だった。ということになった時に、ああすいませんと言って、まあ、ちょっと控えるというか、しようしようってなるっていうようなことはありますよね。そのように報復可能性があって、それが怖いとなった場合には、その攻撃というものが挑発の源泉に対して向けられないということがあったりする。あるいは攻撃抑制的な規範が存在するというようなことです。例えば誰かに殴られたらその攻撃された対象に対して訴えるよとかやめてくださいとか、あるいは場合によっては怒ってしまって手が出てしまってというようなこともあると思うんですね。ただその殴ってきた相手が2歳児とか、あるいは子猫だったりしたら、これはさすがに怒れないというような仕方で、人はやっぱり感情をぐっと飲み込んだり、あるいはそれを攻撃だと思わずに可愛い、まあ、絡みであるとか、あるいはそのじゃれ合いとして捉えるような状況というのもあると思うんですね。つまり、挑発の源泉が様々な攻撃を先にしてきたと捉えたとしても、それに対して報復するかしないかは状況によって異なるということになります。そうした場合、この、置き換えられた攻撃というものがしばしば出てくるということになるわけですね。何か攻撃してきた挑発の源泉に対してリベンジをすることができない。だとするならば、そこで痛いだ怒りの感情や攻撃心というものを別の方に向けて行動を起こすというようなことが起こり得るわけです。となると、その時、その潜在的な攻撃の置き換えを人々が常に
一定程度持っている可能性というのもあるわけですね。というのは、人はやっぱりある程度の不満を持っていて、何かしらのストレスというものを常に受け続けているわけです。そうなった時に、ちょっとした八つ当たりをしたい、そのちょっとした八つ当たりの対象を探すというようなことも起こり得たりするわけですね。出口があると、その対象に対して攻撃をしてしまうというのが人で、出口がなければ、その感情というのは抑えられてしまうということになります。ネットの炎上も、この置き換えられた攻撃であるとか、あるいは挑発の厳正への報復という側面というのがありまして、野球とかサッカーを観戦していて、自分の応援していた選手のミスによって試合が負けてしまった。それはとてもストレスフルなことでした。その時に通常観客席で見ていた場合であれば、なんだよっていうため息をつきながらとぼとぼ帰って仲間とバーで飲むみたいな、そうしたような仕方で発散することができるんですけども、ウェブ社会でしかもその選手のツイッターアカウントなどがあれば、そのツイッターアカウントに対してもう応援するのやめますとか、今日の試合は見苦しかったというような攻撃的なリプライを送ることもできるんですね。つまり、出口があるから人は攻撃する。攻撃心があるから攻撃行動を取るのではなくて、攻撃行動を取るための手段がそこにあるから攻撃行動を取るという、まあそうしたような側面もあるわけです。そうすると、その攻撃を当人に向けるということも起こり得る。一方で当人ではなくて、その代理として置き換えられた攻撃を別のところに向けるということもあり得るわけです。むしゃくしゃしたから何かを殴る。むしゃくしゃしたから誰かをからかうというようなことをネット上で行うということもあるんですね。このそもそもの攻撃が誰に向くのか、それが挑発の源泉に向くのか、それとも置き換えられた攻撃になるのか、それとも攻撃心の出口がそこにあるから攻撃行動に割とすぐ行きやすいのか、それともそれが一定程度抑えられているプラットフォームが世の中に多いから攻撃行動が減るのか、そのあたりも実は情報環境の設計によっても変わってくるということなんですね。攻撃とか怒りというと、アンガーマネジメントをして抑えましょうというところに着目をされがちですが、人の心だけなくて、いろんな環境の整備、つまりメディアの状況などによっても、その攻撃行動の現れ方というのは変わってくる。なので、日常で起こっている様々な行動について、これは攻撃をするこの人の心の問題だと捉えるだけではなくて、その攻撃心がどんな仕方で発揮されやすい状態に今の環境はなっているのか、ということに着目するのもとても重要だと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。